はい、こんにちは、こんばんは。いつもご視聴いただきありがとうございます。ハンナミレイです。アウトモデレスタ実況プレイ動画9回目を始めたいと思います。それではよろしくお願いします。さあ、今回もガレージライフの方を進めてまいりましょう。さあ、こちらのね、また新たな車で、インプレッサですね。もう早くもですね、ここで掟をもう破ってしまいました。あれだけね、ターボ車には乗らないと散々言っといてあげく、もうね、そんなね、言っていられなくなりましたね。まあ、これから分かるんですけど、なぜかというとですね、また新たなコースの方に挑戦しようと思いまして、峠のコースですね。裏六甲ヒルクライム、こちらの方を、調整しようかなと思っております。大丈夫かな。まあ、結果2位に終わってしまいましたね。まあ、何度か挑戦してはみたんですけど、まあ
よくて2度まりといったところでしょうか。その先がですね、いやー、やはりね、2トップが非常にね、コンピューター早いんですよ。彼らと差をつけるにはこの残念でしたね。3位に終わってしまいました。なかなか最初の段階で
うまくねこうトップに、滑り込むことができればね、あとあとそこまで苦労することはないなと思うんですけどね。なかなか持久戦としては非常に集中力を必要とされるコースだなと思います。まあ何度か挑戦するうちに1位を取ることができるかもしれないですね。まあある程度差をつけられたらもうそこは妥協するしかないなというまあラインが引かれているようなそんな気がしますね。よし、次回また挑戦してみたいなと思います。ここまでご覧にいただいてありがとうございました。次回また、レースの方挑戦したいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。